あいつらなら間違いないと思ったんだけどな。ロシアとユーロもまだいないみたいだったし、そう簡単には見つからないか。あと可能性があるとしたらユーと翼だな。でもあの二人、ビッグバンブレーダーズが終わってから修行に行っちゃって連絡も取れないのよ。そうか、そうですか。何か知ってるの、お父さん。あ、いや、別に。チケット、そちらどうぞ。はい、今分析が終わりました。皆さん、モニターを見てください。これは成層圏に突入した鉄のかけらが地球全土に分散する瞬間を捉えたもので、あまりに一瞬の出来事で見た目には何が起こったのかよくわかりませんが、それを一コマずつ細かくして丹念に調べた結果、見てください、ここに一つ拡散して飛んでいく光が確認できます。その軌道を計算したところ光の落下点はインドネシアの後を若干と近辺であると思われます。おお、インドネシアか。マスのかけらの落ちた先にレジェンドプレイヤーがいた。ダメだ、引っ掛けるしかないんだよ。星のかけらの力がネメシス復活をもくろむ悪しき物語に渡ったら一大事だ。おい、待って、始めにインドネシア、その後世界各地を回る。ギナ、お前たちの手で一刻も早く残りのレジェンドブレーダーを見つけ出してくれ。新しい情報は入り次第連絡する。頼んだぞ、みんな。8人のレジェンドブレーダーを探す旅か。これはまた大変な旅になりそうね。でもギナ、キョウヤもレジェンドブレーダーの一人だよね。キョウヤはどうするの？キョウヤくんが、あいつに必死に来てくれるといいんだけどな。無理無理。え？キョウヤのことだもの、今頃は。
人格とは別に君にもレジェンドグレーダーを探してほしい。そして君自身もグレーダーとして腕を磨いてくれ。君ほどの実力者がいつレジェンドグレーダーとして覚醒しても不思議ではないかな。わかりました。どうやって出るか。
ス本来のパワーが発揮できないのよ。今度はこっちの番だぜ。てめえらの仲間になんか誰のもんか。え、今日
か。バウナー、俺の銀が他に8人戻る。